ここはサバンドの第二駐車場、はい、今日はねここに車を止めて、タクシーで、釜トンネルまで行ってね、で釜トンネルを歩いて上高地に入りたいと思います。はい、タクシー降りて釜トンネルです。はい、いつもはねここもタクシーかバスで通過しちゃうところなんですけど、まあこういう状況なんで歩いてね、上高地に向かいます。よし行こう。もう冬はね車通れないんで、トンネルの中をひたすら歩いていくだけです。ところどころに非常灯があるんだけど、まあほぼ真っ暗と言っていいでしょうね。まあこんな天気にもかかわらず予想以上に多くの人が入山してます。このね歩き始めは斜度があるんですよ、要は斜めってんですよ。結構な登りです。まあゆっくりゆっくり行きましょう。お、やっと半分。はい、釜トンネル抜けました。今時間は8時10分ですね。30分ぐらいかな。はい、じゃあ次はね、上高地トンネルができたんでまたそこ入ってきます。いやー、吹雪いてまではいないんだけど結構降ってますね。あれ、まだこんなもんか。でも全長で約 600m なんですね。ねえ、上高地トンネルは中電気がついてるから明るくていいね。ガチガチに滑る。はい、8時30分上高地トンネル抜けました。でもまあ適当に踏まれてるね、この辺は。晴れてればね、ここら辺からだんだん焼け岳が、ね、見え始めてくるんですけど、こっちか。時折あんな感じで地吹雪が襲ってくるんで顔痛くて、まあ普通の上高地ですね。うわ。ちなみにね、この崖の下は梓川です。もうちょっと行くと開けるんで大正池が見えるようになります。
この日に来てるのは本当にどういう人なんですかね、これ。あれは大正池のホテルですね。ちょっとね、途中で地吹雪に遭いましたけど、結構すんなり来ちゃいましたね。はい、9時2分大正池ホテルです。まあ、もちろんね、やってません、こんな状態なんで。結構スノーシューハイキングのツアーの方とすれ違いますね。今日は天気がね、荒れてるから大変だよね。で、あそこに目の前にある、優雅な佇まいのホテルは、上高地帝国ホテルですね。いい値段するんだろうね。なんか口がかじかんじゃってうまく喋れないんだけど、まあ普段からそうだけど。歩道入り口だって通ってこう。はい、遠くね、建物が見えてきました。あれは上高地のバスターミナルですね。何人かね、人が溜まってるね。おお、来た。さあ、頑張っていきましょう。うわ、上高地バスターミナル着きました。長かったね。でも2時間半ぐらいかな。まあそんなもんでしょう。いや、はい、冬はこんな感じです。
はい、ターミナルの広場をね、通って林の中通ってカッパ橋の方に向かいます。いや最初川沿い行こうと思ったんだけど風が強くてなんかやばそうなんでこっちにします。ねえ、焼けだけは見えないね。はい、カッパ橋です。いいね、誰もいねえ、カッパ橋も。はい、清水川です。相変わらず綺麗だね。この川はね、川っていうか湧き水なんですよね。小梨平のあっち側からものすごい量のお水が湧き出てるんで、これもちょっと行って梓川に合流します。じゃあ今から、小梨平に向かいます。小梨平のキャンプ場に着きました。さあどこにしようかね。はい、こんな状況なんで、冬割りを出しました。
はい、冬場はね、撥水性とかないんだけど、通気性はいいんで、これは結露しないですね。はい、はい、我が家完成。マイテントですね。はい、中身はね、毎度おなじみカウパパの VS32、外張りを、プロモンテ、まあ、ダノプですね、の VL35、 こちらを使ってます。外の気温がねマイナス10度ぐらいありますね。ありますねってないですね。でテントもね、立った時は中の気温がマイナス5度だったんだけど、まあ2人でマットとか敷いてたらやっぱり2人分の体温で温まって、まあ、プラスの5度まで上がりました。まあ、現実的に、まあ、夜になるとね、もう外気温がマイナス10度をもっと切っちゃうんでしょうけど、はい、時間がね12時45分ぐらいなんで、ちょっとね遅くなっちゃいましたけど、簡単に昼飯を済ませたいなと思います。すき焼きやばい。やばい。うますぎる。うますぎる。